おはようございます。米製デングリッシュ英語コーチの山本さんです。今日は風が強いですね。春一番といったところでしょうか。今日はですね、英語をできるだけ早く身につける方法の一つとして英語で考えることについてお話しさせていただきたいと思います。よくですね、日本と海外にいて英語がどちらに、英語がどちらでも一番早く身につくかというと、やはり英語、外国にいることだと皆さん思われると思うんですけれども、単語を学んだり文法を学んだり、そしていかに自分がライティングのスキルが上がるか、そういったことはスピーキングもそうですけれども、日本にいても海外にいてもやることは変わらないんですね。それを身につけるためには自分で学ぶ、文法をしっかりと見直したり、単語を覚えたり、そして会話する機会を作るっていうのは、本読むのもそうです。日本でも外国にいても、それはやることは全く変わらないんですけれども、ただ一つ一番、違うのは、英語で考える時間が圧倒的に海外にいる方が多いということですね。もちろん英語で話しかけられますし、自分で英語で言わなくてはいけないので、英語でどん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 考える時間が、話している時間、使っている時間、学んでいる時間に加えて英語で考えている時間が圧倒的に長くなるわけです。そこに、英語になれる、英語で話す、英語で聞く、英語で書くっていうことの、一番大きな改善点につながると思っています。ですので、それを日本でもできれば、日本にいながらでも英語力っていうのはぐん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 伸びてきます。一方で英語で考えずに、いつも日本語で考えて自分の中で翻訳している、もしくは日本語で考えながら英語を書く、日本語で考えながら英語を聞くという気になってしまいますと、その脳の中で英語と日本語っていう割合からすると、日本語の方が圧倒的に多くなるわけですので、ぜひ英語をもし早く日本で身につけようとお考えの場合には、英語で考える時間を増やす、これを意識していただければと思います。例えば、通勤中に電車で見えるものをすべて日本語でではなくて英語で、自分で翻訳しながら少し、独り言のように言ってみるですとか、英語で自分が今考えていることを考えてみる、英語で、日本語を逆に書こうとするときに、英語だったらどういう単語を使うかとか、英語で少し考えをまとめてみる、そういったほんのちょっとしたこと、1分間2分間でも構いませんので、自分の空き時間を使って英語で考えることを取り組んでみていただきたいと思います。それでは今週も頑張っていきましょう。お願いします。